6月20日木曜日、今日は夜に男が504号室を訪れた。男は獣のように504号を求めていた。真っ赤なルージュに彩られた504号はメスの表情でそれを受け入れている。何か趣味はお持ちですか？はい、私は幼少期から山で鳥を観察していました。なるほど。で、その趣味は今も継続していますか？はい。大学では生物学を専攻されているようですが、では主に鳥を研究されていたわけですか？いえ、鳥に限らずあらゆる動物の生態系を研究しています。動物の食生活や性生活など人間の本能にも通じるものがあると分かり、研究のしがいがあります。仕送り届いた。ありがとう。このキーホルダー何？お守り？まあ気持ちは嬉しいけどさ。あ、分かった、つけるよ。うん、就活はうまくいってるよ。母さんに心配かけないよ、頑張るからさ。絶対にいい報告してみせるよ。うん、じゃあまた。はーい。広坂邦彦さん。はい。こちらへどうぞ。ちょっと、あんた何してんの？あんたね、いつもここ通るとき次郎順見てるでしょ。警察に通報するわよ。これだから男。そんなつもりじゃなくて。すいません。これから気をつけます。おお、久しぶり。久しぶり。どうした？最近ほとんど顔出さなかったじゃん。どうよ、最近は。特に面白いことは何もないよ。就活。それだけ？通りで退屈そうな顔してらっしゃる。なんてな。就活は順調？まあぼちぼちってとこ。佐久間は？俺は論文論文、たまに遊びって感じ。あ、そうだ、お前の卒論見せてくれよ、参考にしたい。ああ、あれね。いいけど。動物の生態に関する考察だっけ？うん。ああ、茶でも入れましょうか。ああ、いいよ。本借り来ただけだし。卒論は今度送るよ。おお、サンキュー。まあ、頑張れよ。就活。頑張れねえ。
今夜も覗くんでしょう。別に責めてるわけじゃないの。あなたも私と同じ退屈が嫌いなだけ。あなたも来る。ずっと前から気づいてたわ。じゃあなんで？どうだっていいじゃない、そんなこと。報告したいことがあるんだ。内定もらえた。うん、ありがとう。すぐにでも母さんに報告したかったんだ。うん、近いうち実家にも顔出すから。鍵も閉めないで。いえ、何でもないです。こちらの方はなんかね、すごい大きな音したんだけど大丈夫？すいません、本当に大丈夫。あんた、向かいの。すいません。どうしよう、顔見られた。
処理しよう。死体を処理しよう。7月1日月曜日、僕は夢を見ました。夢の中で僕は鳥を見ていました。生い茂った森の中で幸せの青い鳥を。夢の終わりに僕は青い鳥に触れました。すると青い鳥が飛んだ。